の畑の方に来ておりますね。まあ、あの本日もね、上空を、まあ、戦闘機が旋回しまして、私の命を狙っているのかどうかは知りませんが、まあ、気にしないで行こうということですが、今日はね、枯れてしまったブルーベリーのその場所ですね、そこに植え替えをしようということですね。この木なんかはね、先日イラガに食われて坊主になった木なんですよね。ほとんど葉がなくなっちゃったんですけど、もう早速これ新芽出てますね。それにまあイラガもいなくなったしということで、まあちょっと食われちゃったのはね、失策でしたけども、まあね、来年までには元気になるでしょうね。今年はコガネムシの害でね、何本か枯れましたと。そうしますと木と木の間がね、まあ開くんですが、ただこのだんだんね、その樹木が育ってきますと、この間隔がですね、狭まってくるわけですね。ですので、まあその空いたところに移動させようかなっていうことなんですね。やっぱりこの樹木がね、成長してきますと手狭になってくるという感じですね。まあ畑の中を動くにはね、本当はスペースはある程度あった方がいいんですね。ただまあこれだけの数のものをね、やはりこの、なんていうんですか、お互いぶつからないようにするためにはまあ、しょうがないってことで、ここですね、ここはね、去年枯れたやつがそのまま空いてるのかなんか、そんなスペースだと思いますけど、ここを掘ってみまして、コガネムシの幼虫がいなければ、一本ここに移植します。どうですかね、この辺りで。よっしゃ。とりあえず掘ってみました。ここは以前にも植わっていた場所なんですね。それで枯れたので、まあコガネムシはいるかもしれないんですが、今のところ掘ったら幼虫らしきものは出てこないと。まあいけるんじゃないかなということですね。で、本当はね、今日は柿酢をまこうと思ったんですね。まあいわゆるそのまあ、何て言いますかね、化学系の農薬を私は使わないので、そういうね、まあ、安全なもので虫退治しようかと思ったんですけど、まあ、去年作った柿酢がいっぱいあったんですが、母親がなんか使っちゃったのか、どっかやったのか、その中でなかったもんですから、まあ、今日はね、このままここへ植え替えるということにしましょう。植え替え用の苗木はね、これを使います。おそらく接ぎ木ハイブッシュと思われますね。桑の木の陰に隠れてしまい、非常にこの畑の端っこの条件の悪いところに生えてますので、これを抜きますが、通常樹木の移動ですね、根切り根回しという作業が必要です。まあブルーベリーの場合はね、あんまりその広い範囲に根が広がってないからいいんですけど、そのいきなりこのゴボッとカットしちゃうとね、根っこが切れちゃって枯れる樹木は多いんですね。ですがまあ根切りと言いまして、まあ例えばね、今月こんだけ半分切って、で来月また半分切ってみたいな感じで、まずこっちね、横へ伸びたやつを切ると。そうするとこの根っこの周りにね、またヒゲ根がいっぱい出ますんで、そういう風にして抜くというね、そうやってゆっくりやらないと、やっぱりその、なんて言いますかね、手術ですから、そのショックによって死ぬこともあるということですね。ですから、こういった樹木を移動するときはね、根切り、根回しというのを本来やってから動かすのが、まあ、本当ですし、まあ、今日は11月に入りました。まあ、秋から冬にかけてやるべきですね。夏場にやると枯れます。
こんな感じになってますね、地面の下ね。これがね、ブルーベリーの、まあ、茎というか根みたいなものなんですけど、このなんか紅生姜みたいなやつなんですね。こういうのが横へ伸びてって、またここから新たにね、芽が出るっていうことなんですけど、どうなってるかな、これ。まあ、この土を掴んだ状態のままね、向こうへ移植します。そして先ほどの穴のところへ持ってこようとしたのですが、あれ、あ、おったおったおった、これこれこれね、早速いましたわ。だからこいつの餌にわざわざしちゃうっていうのはもう馬鹿げているので、やっぱりこの取るしかないですね。これがコガネムシの幼虫ということで、やっぱりあの枯れたとこにはいるんですね、こいつね。とりあえずさっきの一匹は駆除したと。そしてこれは何かって言いますと、硫黄粉ですね。まあ私はまあ前から、ね、言ってますけど、その江沢さんどこのね、ど根性栽培の教科書でやってますんで、まあ普通の土地のところにこの硫黄粉を巻き、ペーハーを酸性の方へ持ってくるわけですね。それでやってて、まあ一応こうやって育ってますんで、まあなんていうのかな、ピートモスとかね、そういうのなしでも、まあやれるんじゃないですかという感じでおりますけど、どんなもんでしょうと。はい、そして苗木を入れましたと。まあなるべく傾かないようにね、そうですね、この場合この主軸が右に行ってますんで、もうちょっと左に傾けた感じにして最終的に固定するといいかなっていう、そんな感じですかね。一応ですね、植えて土を戻し、硫黄粉を上でから振りかけていきましたと。まあこれで多分なんとかなって欲しいですね。だいたいこれで、まあだいたいなんとかなるはずなんです、毎回これでなんとかなってるんですけど、まあ、なんといってもコガネムシがいた場所ですのでね、まあ、今確認はしましたが、例の1匹しかいませんでしたが、もしかしてまだいるかもしれんなという恐れはありますね。まあ非常に大雑把ですけど、剪定はやりましたんで、まあ、あとこの季節はね、まあ、肥料やったりとか、ね、さっきやったように、まあ、ね、枯れた株を入れ替えてみたりとか、まあ、そんな感じですかね。でもうその、1月2月になると花芽出てきますんで、そうなったらね、もう今度は花芽の数をこう、調整するというか、もうこれあるでしょう。この辺ね。この辺のチクチク出てるやつが、これ来年のね、花であり、まあね、ブルーベリーになるわけですよね。こうやつですね。ちょっと上の方混んでますのでね。また後日やるでしょう。この木はね、紅葉してますけどね、葉っぱが大きめのハイブッシュですよね、これね。こちらの方はラビットアイの紅葉ですね。葉っぱがちっちゃいのでね、違いが、まあ、はっきりしてますけど。まあ11月に入りましたけどね、まあ、確かに世間は騒々しいんですけど、
あのまあ私としては今日はちょっと陰謀論は封印ということでね、何も言いませんけど、やっぱりこの陰謀論というのはね、その暗いんですね。まあ暗かったこの地球文明が悪いやつから解放されるという、まあそういう話ですので、まあ時には暗い真実というものをね、まあ直視しなければいけないという時もあるんですけど、あんまりそれやっとるとね、この目いってくるんで、まあたまにはね、のんびりと自然を眺めながら、心を休めましょうということですね。私はかつて勤め人だった頃に、その職場のね、まあ懇親会のなんですか、まあこの標語にこういうのがあったんです。真剣になるとも深刻になることなかれっていうのがあったんですね。ああ、いい言葉だなと思いましたね。まあ若い頃はね、バカでしたんで、バカみたいに一生懸命働いてましたけど、真剣になることはいいことですと。ただね、なんか壁にぶつかっちゃってどうにもならなくなって深刻になっちゃうというね。まあ結構そういう深刻になって、そのね、過労死したりとか、自ら命を絶ったりするようなね、そういう方が出るような職場でしたので、まあ私はね、こうやって病気になりながらもなんとか生きてますけど、まあとにかくそのね、不安定な時代ではあるのですが、深刻にならないようにと言いますかね、物事をもうちょっと客観的に見て、まあ、笑い飛ばすというか、ちょっと笑ってばっかりとこう不謹慎って怒られたりするような出来事もまたいっぱいあり、難しいとこなんですけどね。ということでね、本日はそのブルーベリーをね、植え替えたというね、そういった話でした。以上でございます。